中国の吉俊記者、ジーリオートは8月20日、2020年内に発売予定の新型スポーツセダンのプリフェイス、ジーリプリフェイスのティザー映像を公式ツイッターページを通じて公開した。中国の自動車大手の浙江吉俊控又集団の子会社が吉俊記者だ。浙江吉俊控又集団は2010年、ボルボカーズを傘下に収めた。2017年には英国のスポーツカーメーカー、ロータスカーズも傘下に収めるなど、拡大路線を歩んでいる。また、浙江吉俊控又集団は2018年2月、ダイムラーの全株式の 9.69% を取得し、一等株主になった。ダイムラーとの間で折半出資による合弁会社を設立し、次期スマートの EV を共同開発することも決まっている。この吉俊記者の新型スポーツセダンとして2020年内に発売されるのがプリフェイスだ。プリフェイスにはボルボカーズと共同開発された CMA 車台を使う。 CMA とはコンパクトモジュラーアーキテクチャーを意味する。ボルボカーズが小型車用に開発した新しいプラットフォームだ。シャープジーリオートズネクスト CMA ベースドカーイズドロッピング Q4 ジスイヤーザジーリプリフェイス Take a look for that to expect シャープ CMA シャーププリフェイスシャープカースクープスピックツイッターコム 95XHJXHLQH